はい、皆さんこんにちは。ということでね、今から日本のおにぎりを作っていきたいと思います。まずはこちらの大量の白米、お米ですね、お米炊きたてですと、こちらのお塩ね、そしてこちら梅干しです。梅干し、そしてこちらの焼き海苔、こちらをね使って、あとこの茶碗とかも使っていくんですけど、これでね、おにぎり作っていきたいと思います。シュビコおにぎりを作っていきます。ということで、まずこちらのね茶碗、お米を入れていきます。お米を入れました。はい、したらここの真ん中のところにくぼみをねちょっと入れて、で、ここに梅干しを入れていきます。はい、日本の国旗の完成です。はい、そしてここの手に水ね、水、お水をちょっと入れて、そして先ほどのお塩をつけます。やってね、塩が全体につくようにして、こんな感じで三角のおにぎり、で、海苔をね、海苔を、はい、これでおにぎりの完成です。イエーイっていう感じでね、おにぎりを作っていきます。はい、巨大おにぎり作っていきます。ビッグおにぎりできました。いただきます。では早速おにぎりを食べていきたいと思います。うまっ、塩加減が、ごちそうさまでした。